男子プロゴルフツアーカシオワールドオープンの開催を大会関係者らが浜田知事に報告しました。男子プロゴルフツアーカシオワールドオープンは芸西村で毎年11月に開催されているプロゴルフトーナメントで、国内外の選手たちが優勝賞金4000万円をかけて熱い戦いを繰り広げます。今日は柏尾隆大会副会長をはじめとした大会関係者が県庁を訪れ、浜田知事に今年の開催を報告しました。今年は食事やゴルフ体験などが楽しめるギャラリープラザが初めて無料開放される予定で、小さな子どもでも楽しめるということです。実質レギュラーシーズンの最終戦になりますので、賞金争いとしての大会もですね、非常に盛り上がっていくものであろうというふうに思っております。実際にですね、プレーされない方におきましてもですね、選手を見るだけでも非常に楽しいと思いますし、当然ギャラリープラザとか、あるいは選手の練習しているところとか、いろんな体験する場所とか、いろいろ見るところがたくさんあります。カシオワールドオープンは11月21日から24日までの4日間、芸西村の高知黒潮カントリークラブで開催します。